ヒース・スレーターはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ヒース・ミラー、ウェストバージニア州、タインビル出身。2004年、カーティス・ヒューズが主催するホア4レスリングスクールにてトレーニングを開始。2006年に遠征先のジョージアでプロレスラーとしてデビュー。その後、南部のインディ団体を中心にして参戦し、NWA ワイルドサイドにて、 GCW コロンバスヘビー級王座を奪取。防衛戦では、スコッティにニホッティを破るなど活躍した。2006年12月に WWE とディペロップメント契約。参加団体の DSW でトレーニングを積む。2007年4月に DSW が WWE との関係を解消したことにより FCW へと移籍。 遺跡当初はトレーニングを中心としながら、マネージャーとして活動。その後選手としてデビューし、テッド・デビアス・ジュニアとタッグチームを組む。2008年1月、タッグパートナーである、テッド・デビアス・ジュニアが負傷し、保持していた、FCW 南部ヘビー級王座の防衛戦を行えないことから王座を譲り受けた。王座陥落後、デビアスが WWE に昇格したことにより、 タッグを解消。解消後も主にタッグ戦線を中心とし、パートナーを変えながら9月に、ジョー・ヘニングと組んで、FCW フロリダタッグチーム王座を奪取。タッグチーム王座を獲得後にリングネームを、セバスチャン・スレーターに変更。2009年に入って、シングルに転向し、リングネームを現在使われているヒース・スレーターに変更。8月に、タイラー・レックスから、 FCW フロリダヘビー級王座をダッシュした。2010年にイカップリングウィズが放送終了となり、新設された番組である NXT のシーズン1にルーキーとして参加。クリスチャンをプロとして迎え、第4位という結果に終わる。その後シーズン1のルーキーで結成されたネクサスの一員として暴れ回り、 PPV のブラッギングライツ2015の RAW にて、ジャスティン・ガブリエルとタッグを組んで、デビッド・オタンガジョン・シナから、WWE タッグ王座をダッシュした。12月6日の RAW で行われた4、ウェイエリミネーション戦での王座戦では、シナの介入もアリサンティーのマレラ&、ウラジミール・コズロフ組に敗れ王座から陥落した。1月10日の RAW では、 ネクサスの新リーダーになった CM パンクが行った通過儀礼であるガブリエルとの市内での殴り合いを拒否、ガブリエルと共にネクサスを脱退した。1月14日のスマックダウンでは、ウェイド・バレット対ビッグ商戦に乱入し、バレット、ガブリエル、エゼキエル・ジャクソンと共にビッグショーを袋叩きにして、コアを結成した。2011年2月20日の PPV、 イリミネーションチャンバー2011では、ガブリエルとタッグを組んで、マレラコズロフ組から、WWE タッグ王座を奪還した。しかし、翌日の RAW でザミズシナ組に、敗れ王座を失う。すぐに、再選権を行使して勝利し王座を奪還したが、4月19日のスマックダウンにて、ビッグ・ショーケインに敗れ、王座を失った。 3MB2012 年、RAW 旋回放送に向けた試合、スキットが毎週組まれ、過去のレジェンドや、往年の名選手であるベイダー、シット・ビシャス、リーキシ、ロディ・パイパー、シンディ・ローパー、ダイヤモンド・ダラス・ページ、ドインク・ザ・クラウン、ボブ・バックランド、ロード・ウォリアー・アニマルとの名場面が繰り広げられた。 RAW1000 回目の放送にはリタに加え、それまでのレジェンド全員と戦うことになった。RAW1001 回目の放送には復帰した、ランディ・オートンに倒されるというオチがつき、さらにその後の NXT ではまたもレジェンドのスコッティ、ニホッティと試合をした。それからも、ジョバーとして戦い続けていたが、9月のブローダスクレー戦中、劣勢になったところで、 ドリュー・マッキンタイヤ、ジンダー・マハルに助けられ、3人がかりで、クレーを叩きのめし、ロックバンドを模した、ユニット、3メガバイトを結成するが、ジョバーとしての出番が多かった。2014年4月、マスコットとして、ホーン・スワグルが3メガバイトに加入。ロス・マタドーレスとの構想が繰り広げられたが、6月に、マッキンタイヤと、 マハルが解雇され、マスコットであるホーンスワグルも、ロスマタドーレスに寝返り、事実上の解散となった。7月からは出番が、徐々に増え、強敵からの意外な勝ち星を取る。またタイタスオニールと、オートスタッグチーム、スレーターゲーターを結成、さらに、ホーンスワグルも、再びマスコットに加入したが、2015年を境に、解散した。2015年、 復帰してきたスーパースターにケチらされるなど、ジョバー的な役回りが多かった。2016年1月4日、RAW にて、ドルフ・ジグラーとの対戦の際に、セコンドとして、アダム・ローズ、ボー・ダラス、カーティス・ワクセルと共にソーシャル・アウトキャスツなるユニットを、結成して登場。終盤に、ジグラーのスーパーキックを浴びて窮地に陥るがサポートに、回ったローズとダラス。 アクセルが介入し、隙のできたジグラーに対して丸め込んで勝利した。同月13日、ユニットの結成経緯に関して4名全員が元王者であり、才能を持ち合わせているのに長期間まともな扱いを受けなかったという共通点があったと、インタビューで答えた。7月19日、WWE スマックダウンライブにて、ドラフトが行われ、唯一自信だけが、 RAW にもスマックダウンライブにも選出されなかった。8月30日、スマックダウンライブにて新設された、初代 WWE、スマックダウンタッグオーザ決定トーナメントに、ライノと組んでエントリー。9月11日、バックラッシュ2016にて、決勝で、ウーソズと対戦。ヒールに転向したウーソズのダーティーファイトに苦戦し、終盤には、 総力戦となるが最後に、ライノが、レフェリーの隙をついて、ゴアを決めると、自身が丸め込み、3カウントを奪って勝利。初代王者に輝いた。2020年4月15日、WWE から解雇された。ドルフジグラーのジグザグと同じ技。FCW 時代。ありがとうございます。